上川村は、新潟県東貫原郡にあった村。津川町への通勤率は26.5%。2005年4月1日、鹿野瀬町、津川町、上川村、三河村の四町村の合併による、阿賀町の発足により消滅した。縄文早々期の遺跡である、室谷洞窟、小瀬が、沢洞窟があり、縄文人の生活を知る上で重要とされる。しかし、 発掘された土器、石器類、人骨などはすべて損害に持ち出され、国指定重要文化財、室谷洞窟遺跡出土品は、長岡市立科学博物館に所蔵されている。また未発掘の縄文時代の貝塚がいくつか存在する。一説には平家から逃亡していた、持人王がこの地で生涯を閉じたとも言われている。現在も餅人王の墓らしきものが残っているが、 その真相は定かではない。小川の将は、合図と関係が深く、戦国時代以前から合図の属州として位置づけされる。津川の麒麟山にあった城の城主、金上氏は、神杉軍と幾度か戦を交えているが、自然の要塞であったこともありかなくすることはなかった。だが、合図の足なしの危機と共に滅ぶこととなる。その後合図の藩主がたびたび変わり、星なしより、 本格的な合図の歴史となる。山村として、漆の原木を維持管理し、年貢としていたようである。三つ股や講座などの和紙の原料も同じである。合図母神戦争では、津川口での戦などに参戦している。その頃の刀剣をまだ家に所蔵している家も多くある。廃藩地県で初めは、若松県であったが、二度目の地県で、福島市を県庁所在地となったため。 県庁まで遠すぎることと山形有友の一言で小川の省は新潟県に編入となる。明治生まれの人には合図への思いの強い人が多かった。明治の村分けはとても細かく分かれ昭和まで合併が続く。名残の村の名が郵便地名や本籍に残る。2005年4月小川の省が一つとなり阿賀町となった。現在これといった産業はない。 コシヒカリの産地であるが、農地が狭いため、南大沼産コシヒカリのような安定量のある米と違い市場にほとんど出回らない。村内に鉄道は通っていない。隣接する津川町の JR 万越西線、津川駅が最寄り駅となる。路線バスのほか、新潟方面との高速バスの運行もある。ありがとうございます。